こんにちは、つよぽんです。今日のつよぽんトピックは、渋谷のガラパゴス桜ヶ丘の記憶ということでですね、再開発で桜ヶ丘の街がですね、今一変しようとしているということでトピックを立ててみました。よろしくお願いいたします。実はですね、僕渋谷には仕事で週何日か、行くような感じで過ごしていたんですけれども、知らんかったということで、そうなんだという感じです。はい、なんていうんですかね、渋谷は若い頃はなんか好きでよく行ってた気もするんですけれども、最近は1秒たりとも痛くないというような感じでですね、用が済んだらさっさと帰るというような街に自分の中ではなっていたんですけれども、今更ながら桜ヶ丘が続々閉店、最終営業日の風景ということで、ただまあこの辺りでですね、あんまりご飯を食べたり、そもそも飲み歩くという僕は習慣がないので、まあそれはよしと、そうですね、思い出深い場所というと渋谷エピキュラスですね。この坂の上にここでコンベンションなどをさせていただいたこともありますし、レコーディングスタジオもありましたし、憧れのジム・マーシャルさんにお会いできた場所でもありますし、ああでもそうですね、それぐらいって言っちゃあれですけれども、ただまあ楽器屋さんね、結構いっぱいあったりして、でもそうだな、弦を買ったり、どこの楽器屋さんでもいいようなものしか買ったりはしてなかった感じはありますが、ただこの辺りは渋谷の中では家賃とかが比較的多分安いということで、知り合いのオフィスとかね、小さな事務所を構えていて、そこで1人2人のスタッフで結構第一線の仕事をしているような方がいたりして、ある意味発信地になっていたのは確かなのかなという感じがしますよね。それで取り壊しちゃってどうなっていくんでしょうということなんですけれども、はい、市街地再開発事業ということで、面積254,830平米とか言われても、もうちょっと大きすぎてイメージができまへんが、今年1月27日撮影ということで始まっていましたと。これなんか写真撮りに行かなきゃいけませんね。改めてまたレポートをしたいかなと思いますが、完成イメージ、これがこうなると言われてもええじゃんみたいな感じで、なんとも言えないですけれども、地上39階とかよく分かりませんが、はい、場所的にはまさにですね、どうなんでしょうね、この渋谷駅があって、ハチ公がこの辺で赤く塗られているところにこんなビル群が立ち並ぶということで、このギリギリのところがね、どうなっていくのかちょっと気になる感じもしますし、この辺はこう残っていくのか、そうだな、確かに渋谷駅からこの恵比寿の方に行くところって、よく言えば非常に昭和な、なんだろう、古い感じがそのまんまね残ってたりとか、時代変われば街変わるということで、いずれにしてもですね、また近いうちにどうなって
しまうんだろうという感じで、これはなんか動画とかね、写真とか撮影しに行こうかななんて思いました。ということで今回のつよぽんトピックは、桜ヶ丘激変しちゃうだ、お前そんなこと知らんかったのかって言われそうですけれども、知りませんでした。はい、最後までご視聴ありがとうございました。つよぽんでした。バイバイ。